グラウンドに開いた小さな穴。ここに立っていたのはラグビーのゴールポストです。小名浜高校といわき開成高校が統合して開校した小名浜開成高校。両校にはラグビー部がありましたが、いずれも廃部となりました。中でもいわき開成の前身小名浜水産はかつて花園でベスト8に輝いた強豪でした。そのグラウンドで数十年ぶりに楕円球を追いかける選手たちがいます。先月発足した小名浜開成ラグビー愛好会です。山ちゃん、こういうプレーでも構わない。そうするとプレーが続くでしょう。率いるのは坂本浩二監督。かつていわきや平工業を花園に導いた熱血監督です。自身も高校時代に小名浜水産と対戦したこともあります。すごく強い学校って僕には印象があって、やっぱり小名浜っていうのは、まあ、漁業盛んでどっちかというとこう腕っぷしが強くて、まあ、いろんな学校でラグビーやらせてもらって、もうすぐ定年なんで最後にってなった時に、なんか小名浜っていうのがすごく頭に浮かんで、自分でここでやらせてくれってこう手を挙げてきたんですよ。未経験者がほとんどのチームですが、実践的な練習を交えラグビーの楽しさを体験しています。やってみて今どうですか？楽しいです。辛い時もありますけど、その試合形式とか実践を想定した感じでやって、そこで相手を抜いたりする時とかがもう結構楽しくて。キャプテンの吉田隼人選手、一昨年のワールドカップでラグビーに魅了され参加しました。今は15人に満たないチームですが、まずは他校との合同チームで初勝利を目指します。今は合同チームなんですけど、まあ、合同チームでも自分たちの力も発揮して勝っていけるようなチームにしたいです。合同チームでも一勝はしたいっていう目標はあります。一度途切れた強豪の伝統をもう一度。坂本監督は小名浜のフィフティーンが再びフィールドを駆け巡る日を目指します。小名浜にしろ開成にしろ15人の試合に出たっていうのはもう 2,30 年ないらしいんですよ。ずっと途絶えてるんですね。だから15人のゲームに出ると、そのためのこう人を集めてチーム作りをしていくというのが最初の目標ですよね。はい。それがクリアできた時に